与えられた初期条件の下で解けなんて分かんないんだよ俺。自分ね、難しいもんね。いいよ。dx 分の dy。 うん、聞いてるよ。聞いてる。 dx 分の dy イコールル、うん、マイナス y 分の x、うん、ね、うん、で x イコール3の時、うん、y イコール4。ああそうそう、 y イコール4だね。そうでこれも解いていくんだけれども、うん、ね、うん、こ、これを解いてる？聞いてるよ、聞いてる。これ解くのね、うん、ydx 分の dy イコールマイナス x、うんうん、それで両辺、ああこれ、ね、どこまで行ったか覚えてる？最初からやろうか、最初から。また？うん、頭入ってないから、うん、dx 分の dy イコールマイナス y 分の x、うん、x、うん、イコール3、うん、の時 y は4。いい？あっちに行ってくんない？しまく。え？こっちの方がいいの？うん。だって勉強するんでしょ？でも声は聞こえないよ。顔が見えない。目の前で顔見えるじゃない。あ、そう。こっちの方がいい？うん。悪いね、教えてもらってね、うん、時間割いてごめんね、本当にね、うんうん、よいしょ、じゃあそれじゃあ最初からでいい、うん、もう一度いい、うん、dx 分の dy イコールマイナス y 分の x、うんうんうん、で x が3の時、うん、X3 の時に Y がこれ4なのね。4でしょ。ここまではね、大体ね、分かる。今のショックで全部忘れてた今。じゃあもう一回いく？もう一回最初から教えてもらおうかな。 dx 分の dy イコールマイナス y 分の x、うん、x が3の時 y は4。ああ、そうか、そうか、うん、うん、そうだね。計算していくと、そうだね、そうだね。2分の1、y の2乗イコール、マイナス2分の1、x の2乗プラス c、すなわち、x 2乗プラス y の2乗イコール 2c。うん。ここでですね、そこで x を3の、x が3の時、うん、y は4であるから、4であるから、これを微分方程式で変形すると、変形すると、するとこれがどうなんの、これ。あ、いけない、消しが落とせたよ、いけない、いけない。俺のじゃ、自分のじゃダメなの、俺。自分のじゃ消えないの、俺の字は。そうなんだ。